ベッドの上に乗ればいいのか。でもここでもいいか。こっちにしよう。ここだったらいいんじゃない。ちょっとなんか立てるものないかな。ちょっとスマホの充電しよう。ちょうどどうしよう。配信したいのにさ、置く場所がない。キッチンじゃないここ、キッチンじゃない、お家じゃないし、キッチンじゃない。オッケー、これでいいや。ちょっとすごい逆光。わー、カーテンっていうものはないのかな。あ、あったあったあった。ちょっと一瞬待ってて。あ、やばいやばい、時間見えちゃった。よいしょ、ちょっと待って。カーテン、なんかカーテンっていうか、え、暗っ。お部屋の電気ってないのかな。どうやって部屋の電気つけるんだろう。なんかめっちゃ暗くなっちゃった。なんかやばい、なんかお化け屋敷みたいになっちゃった。どうしよう。お部屋の電気ってないのかな。まあいっか、ないらしい。自分の家じゃないよ、自分の家じゃないですよ。ちょっとお部屋の電気がないんで、なんかこんな感じで暗いけど、まあいっか。あ、それならこっちの方がいいか。あ、いいじゃんいいじゃん、こっちにしよう。よし、やっと配信始める。普通はね、こういうのはね、準備してから配信始めるべきなんだよね。よし、OK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 。かとまるさん、ヤッホー。これコメント読むのむずいな。お家じゃないです。そう。眩しいですね。あ、ダースさんでヤッホー、ツノさんヤッホー。インスタ、そうそう、それをいいに今配信してきたんです。そう、インスタができるようになったんですよ、自分も。やっとっていうか、もうずっとやりたいって言ってて、ちょっと待って、確かにテロップに書こう。これでいいや。はい、そう、キットさんありがとう。そうインスタ投稿早速もしましたよ。でも本当にやばい。なんかもう高校生の時はさ、結構インスタもめっちゃ使ってたからさ、結構さ、なんかもう本当にインスタのプロだったけどさ、なんかもう忘れちゃってさ、なんかしかも知らない機能とかもあったから、何それって思って、なんかまあまだちょっとやばいですね。記憶がまだ取り戻せてないですけど、結構インスタは自分はなんかストーリーとか、あのストーリーとかが結構さ、なんか気軽に投稿できるじゃん。気軽なんて言うんだっけ、そういうの気軽に投稿できるじゃん。だからそういうのでさ、普段のこととかさ投稿できたら嬉しいよね。そう、30分だけあります。時間見えてもいいか。自分の家じゃないよ。キャロットレモスありがとう。何してんのよ。何してるか、何をしているか。電気ないそう。ミューポンと牛角行きたい。インスタを見仕事中だから、ありがとう、みんなフォローしてね。キャロットありがとう。そうだから、もう高校生のインスタ使ってた時の記憶を頼りに、ちょっとインスタ頑張ろうと思った。インスタフォローして、たくさんのさ、みんなにフォローされたい。そう、結構さ、なんか X 載せるの、動画載せるのとかってさ、なんか緊張するじゃん。でもさ、インスタってさ、ストーリーって載せやすいからさ、なんかいろんなさ、なんかメンバーのさ姿とか載せれるかなって思います。そう、バイト中なの。満喫じゃないです、全然。しっかり8割いないですね。そう、かなえちゃん連れてってよ。うどん食べた？うどん食べましたよ。散らかってる。散らかってないよ、散らかってない。ちょっとさっきメイクしてた。インスタしてるやん、粘ってよかった。本当にみんなありがとう、本当によかったです。キャロットありがとう。そう、交渉のせい。そう交渉頑張りました。交渉入れかな、交渉頑張りました。本当に長かったです、交渉。なんか大変でしたね。 X で
さ X でさ、なんか X なんかなんかなんかもなんか残してないのにダメだみたいな言われてたけどね、ちゃんとね粘りました。インスタのアカウント書いたよ、やっと許可もらった、みんなありがとう。夕日効果で映えてるんだから、そう夕日効果、夕日じゃないよこれこれなんかライト、本当に部屋の電気が、ああえ絶対これやん、ついたわ、あった部屋の電気ないかと思いました。 X からインスタ止めないやん、検索しなきゃ。え、そう、え、なんかさ、なんかこの前さ、みんな先輩がインスタ始めてた時さ、 X にさ公式の人がさ載せてくれてたじゃん、うちもいいなと思ってさ、自分はないんですかって言ったら、なんかなんかないらしい悲しい、なんかなんかインスタと X はなんかライバルだからダメなんだって、まあうち ID 載せちゃったしっかりそう、 X にはインスタのリンク貼れないんだっけ、どうやって貼ればいいんだろう、え、貼りか、貼れる、貼れる、貼れるなら貼りたい。高松、楽しみ、もう充実しました今日という日を。そう、やばい、映える投稿とか、なんかもう、うわ、自分の高校生の時もさ、もう2年ぐらい経ってるよ、高校卒業して頑張って脳みそをフル回転して高校生の時 に戻らせたいと思います。モノピ結婚しないよ、だって眠いもん。そう、楽しみしてて、トマトボさんありがとう、北海道のカップありがとう、あと X でリプ編もしてるので、よかったらあれを利用リポストしてください。なんかそのさ、多分インスタが始めたっていうのをさ、なんかみんなさ知れないかなと思って、だって公式ホームページ載っててもそんなみんな頻繁にさ公式ホームページって普通見ないじゃん、あんまり。だからさ、なんかみんなにさ気づいてもらえる方法ないかなと思った、ちょうどリプ編と被ったんで、リプ編でみんなのところで拡散、みんながみんなのおすすめとかになれば回ってきて引用で、そしたらみんなわかるかなと思って。インスタフォローしてくれてありがとう。そう、高校ってついこの前でしょ、え、ついこの前か、まあでもついこの前だけども、高校生はついこの前だけど、いやでもやばいね、脳みそがやばいです。インスタ解説おめでとう、じゃあ読んでいけない単語リスト送ります、最悪、送らないでください。もう、あ、でも私確かにそれ送られてきたらありがたいよね、これそれを見ながらさ配信中にさ、あ、このコメントダメなんだってなるよね。プロアマあんのか、インスタにプロアマ、え、なんかインスタってさ分かんなくなるよね。なんかさ高校の時とか本当にもうみんなガチガチに使ってたから、もうどんだけインスタおしゃれにするのかが勝負だったんですよ、高校生の時はね。もうインスタおしゃれな人が勝ちみたいな、なんかその人生ゲームだったんですけど、そんな感じで。今はそんなんないからさ、難しいよね、フォローしていい赤が限られるっぽいな。あ、そうなの、全然なんかルールがわからない。もちさんありがとう、そう年だから、年オフィシャルだけフォローしてる本のものか確認、フォローしてきてください。そう、そう ST の公式だけフォローしてる、なんかどれフォローしていいかわかんない、なんかルール知らないからなんかわかんないんだよ、だからとりあえずフォローしといた。ぼんちさんあとありがとう、フォローしてきて嬉しい、ぼんちさんあとありがとう。そう、うちミスったのがさ、普通にインスタと X の ID 同じすればよかったと思って、インスタがさ叶う SF4Dateでさ小文字なんだよね、頭文字が。でもさ X はさ大文字にしちゃったんだよね、小文字に変えようかな、勝手に自分の家っていうことにせん、自分の家ですけど、インスタ一回アインストールでまた復活させて、カナウフォローしてよ、ぼんちさんあとありがとう、加藤忠樹さんからありがとう。これ本物、そう、それ本物です、それは本物で、え、さっき投稿した、多分投稿一個だけされてたらカナウかもしれないです。こんにちは、高幸さん聞こしないよ、加藤忠樹さんアイスありがとう、さっき食べたよ、75話目のフォロー嬉しい、ありがとう。おしゃれなインスタ映え期待してて、うち本当にうち結構高校の時はしっかりインスタ映えしてたの、しかも系統、うちも白系統だった高校の時なんか結構系統あるじゃん、白とか黒とか、なんか謎に高校1年生の時になんか黒の系統ハマって黒してたけど、白のが可愛いことに気づいて、高校の
2年生ぐらいからずっと白だった。白で白系統してた自分、高校の時はね。懐かしい。ちょっとコンタクト外そう。普通に結構白系と多かった、自分の周り。 JK 一旦目が乾燥するので。いや、コンタクト1ヶ月にしたけどさ、こんな付け外しさずっとしてていいのかなっていう心配。コンタクトのさ1ヶ月のルール知らない。うちスマホ充電しないよ。よいしょ。なんか水垂れてくる、なんでだろう。まあ、いっか。うわ、めっちゃ目立つけど最悪です。ダースさんお疲れ、ありがとう。嬉しい、フォローしてくれてありがとう。ダースさん、アイスありがとう。普通の投稿毎日ペースでやる。どうなんだろう。なんか毎日ってなんかあんまインスタ毎日ってしなくない？いや、わかんないけど、インスタって毎日するもんなのかな。ちょっとよくわかんないんだけど、どう思う？自分はさ、遊んだ時とかに、高校の時はね、遊んだ時とかにさ毎回投稿したけどさ、インスタってさ毎日投稿するあれではないよねって思った。お昼食べた。何食べたかって、うどん食べた。お土産買って帰ってきて、メイクレシピ載せれる一人。フォローしました、熱いコメント嬉しい、ありがとう。高校の頃以来か忘れた。そう、忘れてはないけど、なんか懐かしい。インスタストーリー、うどんを鼻からすするって、汚すぎる。最悪なんだけど、マジおもろ、やばい。インスタにメイク品、フォローしてくれてありがとう、嬉しい。つねさん可愛い、ありがとう。ほら、ありがとう。テレビに人が発する。うち日々の交渉の過程を聞いてたか考えるかいそう、毎日頑張りましたね。いや、ひっそり始めたわけじゃないよ。しっかりマネージャーさんにいいよって言われて、 ID 決めてって言って始めましたからね。毎日言ってクラゲ屋気に入ってる。っていうか、なんかそう、インスタを始めるっていうあれも、はじなんかインスタ始めるって言われた時に、なんかなので設定とかいろいろしてくださいって言われたんだけど、なんかそのアイコンの写真がなくて、アイコンとかそういうちゃんとなんか可愛い写真最近撮ってないなと思って、でそしてあの僕隊があったから、その時撮ろうって思って、そう、それでクラゲヘアのやつになったんだけど、ちょっとツインテールのやつにしてきばかだとか思ったけど。いってらっしゃい。部屋の電気ない部屋はない。確かにショールームにどうやって貼るの。ライバル関係の抹茶投稿待っててね。パッチリしてる目かわいい。やった、嬉しい。しーちゃん、やっほー。 X にインスタのアカウント貼れば言われ、いや、いけるのか。ちょっとやります。いや、ディズニーじゃないよ。私明日福別ですよ。ディズニーいるわけがない。ハエが映える。ちょっとスライムやから。最近の X は他のサービスのリンクはもちろん貼っていいけど、いわゆるポストだからやりやすくなった。やだ。インスタ元148.8 96番目、嬉しい。みんなフォローしてね。街のインフルエンザ、インスタインフルエンザ、インフルエンザじゃないよ、私元気。ショールームには X のリンクとインスタグラムある。あ、じゃあそこ入れよう。リールに期待。うわ、何投稿すればいいか分かんなくなってきた身長は中学生、大人だよ。インスタってないけどどうすればいいですか。入れましょう、インスタグラム。読んじゃいけない単語もうありすぎてさ、なんかみんななんでその言葉してんのってぐらいさ、読んじゃいけない単語ある。次何にす、明日の復活ですよ。一番近いライブだとの STU のステージに出演させていただきますよ。インスタグラム嬉しい。インスタで自己紹介しないとね、昨日のメールみたいな。確かにしようかな。インスタのアカウントまだ本物だわ、言ってるじゃん
今やもう個性で戦う時代。嬉しい、嬉しいじゃない、何嬉しいって反抗期は中学生。アフリカの星さんありがとうね。3期の終わったのインスタが、そうそう、スレッズ終わってね、インスタよかった。インスタ監視しても、え、怖い。私もみんなのインスタ監視するよ。でもみんなはインスタ鍵かかってるからね、ずるいよね。インスタフォローありがとう、嬉しいです。 ST メンバーの公式インスタフォローすればいいんじゃないっけ。下手にフォローするといろいろバレそうです。何が、そう、インスタデビューしました、嬉しい。新しいアカウント作り直してもいいかも。え、どういうこと、意味わかんないんだけど。作り直さないですけど。なるみさん結婚しませんよ。だって眠いもん今日、もう今眠い、お腹がいっぱいだと眠くなるんですよしちさんとありがとう。ホラー103人みんなフォローしてください。どうなんだろうね、このさ、インスタ始めましたって言われた時にさ、言った時にさ、何人増えるんだろうね。でも自分が投稿を頑張らないとフォロワー増えないってことでしょ。何あげればいいんだろう。ちょっとさ、ありがとう。白系統とか無理せいかよ。ヒーターもなんかそういう系統しそうだよね。でも結構 JK、 うちの周りの JK、 JK 時代ね、うちが。え、何、結婚していっぱい来たんだけど。自分の結婚してじゃない、うちの JK 時代はめっちゃ周り白系統ばっかだった。148入れてますよ。バカヤでフォローした、え、知ってるよ、うちしっかり見た。あ、この人フォローしてくれて嬉しい。人並び私も昨日めっちゃした。もうなんかストレス 50% ぐらい溜まった。でも頑張った、1位になった。だからね、叶うの夢叶うのさ、スタンプあるじゃん、あれでめっちゃ煽っといたスマホ充電してないやん。カラコン取った、大阪に思える。大阪じゃないよ、コンタクトもルール無用か。え、コンタクト別にダメじゃないよ、ルール知らずに使うの結構怖。え、そう、だからさ、なんか結構インスタってさ、なんか機能が多いじゃないですか、いろんな機能があるじゃんインスタ。だから私はなんかちょっとわかんないけど、まあ、とりあえず使える機能はたくさん使っていきたいなって思う怒られたらどうしよう。怒られたらでもそれは聞いてなかったからね、うちはルールは。そう、よくわかんない。ディズニー好きだけど今日のベイマックス見たかった。フォローありがとう。ファンカン投稿って毎日すること、え、ないよねインスタって。普通にお昼食べた、知らん、かわいい、嬉しい。インスタめっちゃ投稿してる。ストーリーぐらいなら知らんけど、私もストーリーは毎日投稿してた、高校の時の話ね。今全部してるのは高校の時の話ですからね。コンタクト一度外したら次の日にはワンデーがリセットされる。あ、そういうこと ?1 ヶ月のやつは。フォローしてきてくれてありがとう。漏れた写真、 X は漏れてない写真ってこと。おはよう、ゆうとさん。照明、マネージャーに言いに行きましたよ、インスタやりたかったんで。このギリギリ高校生の時のインスタやってた時の記憶が残ってるうちにやった方がいいと思ったの。だから本当はもうなんか本当はもう ST 入った頃からやりたかったインスタは。じゃないとこうやってね、高校の時の気持ちなんて忘れちゃうからね。どんな感じで投稿したのって。インスタライブとか始めていいのかなインスタ OK なの、無条件で OK、 なんかわかんない。あ、うちが言ったのは、お化け自分がインスタ始める時に言ったのは、自分が言ったあれね自分がこれこれこうしたいのでインスタ始めますって言ったのは、これで話そう。怖くない、なんか。両方つけちゃおう。そう、なんだっけ、あ、自分は、あ、そう、高校の時にね、うわ、なんか鏡ある。高校の時にうちインスタで結構なんか身長低いと服がないんですよ。普通にうちぐらいの身長150センチ以下だと服がないんですね。だからうち高校でめっちゃ、あ、高校の時めっちゃインスタで探してたの。それを思い出して、あ、高校生はそのお洋服とか探すのでインスタ見るなら、自分はもう一生その低身長の服を出してればいいんじゃ、ね、ないと思って、それを説明した。
それをやりますって言った。なのに一発目の投稿普通に衣装にしちゃった。まあでもね、これからね投稿しますよ。でもたなんかどういうのがいいんだろう、ハッシュタグとかさ。そうって言いました、私は。なんでちょっと私の、そうでもマジでね、身長ちっちゃいってお洋服大変ですよ。なんもない、大人の着れないし、島村で子供服買いますよ普通に。そう、本当に普通にインスタ使わない、不思議だ。普通にインスタ使わない、え、今は使ってない、買ったじゃん。今使ってないっていうか、やってなかったじゃん。高校の時はやってたけど SE 入ってダメだからやめたんですよ。言ったもん勝ちやな。でももうなんか X で、でも最初は言われましたよ、なんか X で何も残しない、ないのにみたいな、なんかできなんかなんかしたわけじゃない、バズったわけじゃないみたいなのに、他の SNS 始めるのは違うって言われたけど、なんか普通に自分毎日毎日投稿してたし、 X 朝だからちょっと毎日あの投稿することを、あの継続することができますよっていうアピールはしてた。だから言えばできるわけではないよね。だからよかった、嬉しい。今日は夜配信あるよ、福フェス出るよ。福フェス出る、なんで知らないのみんな、うちが出ること。147じゃないよ、ついてるじゃない。熊ヘアしたいな、かなも。いやね、みんなありがとう、インスタフォローしてくれて。福フェス四国面、ええ福フェスはでもいろんなのがあるよね。四国のメンバー、え、わかんない、うちは ST48 の部類で出る。当たり前か、みんなそうだけど。え、なんて言ったらいいの、わかんない、 ST48 の部類で出るから。井出かなもいますよ確かに。聞こうさ、あのさ ST48 のバンってさ写真が出たらさ、なんかあんまじっくり見ないよね。あ、なんか選抜さんかなとか思うよね。私出るんですよ、ありがとうございます。そう、2人目のほら嬉しい。リンクハートありがとう、ありがとう、嬉しい、したフォローいたしました。見たい、スータ嬉しい、ストーリーにあげてよ、嬉しい、みんなありがとう。みんなで拡散して、みんなでフォロワーを上げて、いでかなが TGC に立てるように頑張ります。マジで意味わかんない、やばい、もうあと5分ぐらいで終わりにします。3期は3期生の勝手に四国面と、あ、勝手にじゃない、四国面か。え、花だれは出ないですよ、私花だれ出ても出ないですよ、明日のクイズの話ね。で、あとは普通に自分と一緒に ST48 っていう枠で出るのが3期はカナダとユーナだけかなって感じです。さっき100均行ったらね、練り梅があったんです。2個買ってきた。でももうこれさっき一気にバーってたくさん食べましたので、もうないです。汗かくんだよねこれ食べると。ルンルンさんありがとう。あめしーちゃん結婚してありがとう、結婚しよう。昨日明日のホーランチップにあるイチゴの誘惑ってもらえず、ありがとう、イチゴに言っとこう。のっぴーさんありがとう、レイモスターミニマム女子とわしゃ乗せていくって言ってた。そうそう、身長低いと結構大変だから、それをね、あの乗せていこうと思う。あとうちもう一個なんか特技を見つけて、グレールでどんだけ可愛いお洋服を探せるかっていう、うちマジうまいんですよ。あ、ちなみに今日のこのちょっと移動しやすい服もグレール、これめっちゃ可愛いの、スカートになってるんですけど、これもグレールなんだけどマジ安いよ。まあ、高校生グレールたくさん買うからね、グレールもしたい。グレールのモデルできないかな。うん、いやユニバじゃない、待って、ガチでユニバじゃないですよ普通に。え、そうなんか七並べさ、自分さ普通にさ、え、なんか髪の毛が立ってる、なんか七並べ普通にさ、七並べ普通にさ、なんかさ
なんかジョーカーとかさ持っといた方がいいかなって思ってさ、え思ってさって撮ったらさ、なんか最後までさ残るんだけど、それ3回ぐらい やらかしたんだけど。エビ様ハートありがとう。 DM ってない、 DM 自分見れないんじゃないの。彼氏対抗さ結婚しないよ。インスタグラムさんありがとう。高校の時のインスタも残ってないよ、恥ずかしい。今となって普通に恥ずかしいからもういいんですけど、消したぐらいが。でも全部高校の時の思い出がさストーリーにあったからさ、載せてたからさ、それも消しちゃってさ、消さなきゃいけなかったから、それは辛いよね。つらたんたん麺ですよね普通に。そう、高校の時のやつ抜けます。バイバイ。かなおしっかり DM 読みと、え DM って読めるのかな。 DM ってどうやって送られてくるの。しぶしぶインスタ許可許してくれたの。そうなのかな。うちがめっちゃしつこく言っちゃったからかな。インスタライブね、ね白い方なでない、食べ物屋さん、インスタライブで10時間も配信できる。マジそんな新ルールがあるの。あっ勝手に消えたっていうのは嘘、自分で消した。チャイルドシートつけない、西松屋西松屋探さない。なんかやばい、赤ちゃんにミルクあげたくなってきた。うちマジでさ、赤ちゃんのさあのミルク、粉ミルクとかさ、うちは粉ミルクよりもあのなんかこういうキューブみたいになったミルクがを作るのが好きで、いとこが赤ちゃんの時それでミルク作ってたんだけど、マジ好きなんだよね、あのなんかキューブのなんかわかんない粉ミルクとか、なんかあ自分は飲まないけどなんか作るのが好きなんだよね。そう低身長校で、西松屋ちっちゃすぎる、おかしいって。そう、あプリンだや、あそうインスタよかった、嬉しい。ちょっと教えてインスタ、うちにアサイーボールとか90センチで服がない、逆に。そうなんかあずみんさんはよくワンピースを着てるのがなんかすごいなって思う、めっちゃ。だってうちワンピース着たらダボダボだもん。そうターゲットが違うからね、うん、そうそうそう。確かに友達のインスタもうないよ、友達なんてみんな鍵かけてるでしょ。友達とかはみんな鍵かけてるから見に行ったとしてももう知らん、覚えてないし ID とかも。 あなたも社会人としてなんか結果残したね。もうめんどくさいやつだから ENTP すぎるから。そうかな、押されてるわけないじゃん、カナダの、カナダが押されてたらマジどういうこと、どういうことってなるよ普通に、大丈夫ってなる。でも最近さいろんなグループを見るたびにさ、あこの子は結構そういうあれなんだなって思ってさ、なんかさ好きだけどさなんかさ心のどこがモヤモヤしちゃう。好きなんだけどねそのアイドルさんとかは、逆にさなんか端っことかにいるところとか見たらさなんかさあ自分仲間かなって、いや仲間は超失礼だわ、なんて言うんだろう、なんか好きになる。結婚しないよ。そう友達の下見に行くのあれだって。ちょっと充電しよう、やばい充電。でももうあとちょっとで私は離脱しますよ。インスタさせたくらいだけじゃん、カナが何も残しにしちゃってダメだと。そうなんかね結構なんか言われました。 TikTok はインスタの様子を見てって言われたから、うちがインスタをめっちゃ頑張ったら TikTok もやらせてもらえるってことだから、インスタ頑張る。選抜か今日の花だるメンツが出るのかと思ってました。そう今日の花だる出ないですけど出ます、明日の福フェスは。すげえ一人部屋だよ、インスタ始めるには TGC 出る。 TGC 出たい、放たれてない。え今日さ車両とかなんかわかんない乗ってる時にさ海の始まりを見てさもう一人で大号泣してしまった。本当に練り梅マジで美味しい。
晩ご飯も食べちゃった、めっちゃうどんをたくさん食べた。のびろさん結婚しないよ、かなというなんだけかよっていうの。かつおたたきさんラブレターありがとう。月見好き、今日食べたかった。うらべさん本当ありがとう。本当に結婚、本当ポジティブなやつ見た、めっちゃおもろい。ゆうのといちごにも見せた、マジでおもろい。高校がグレる、かなちゃんが着るからかわいい、嬉しい。え、でも本当に本当にそんなことないですよ。いちごに、いちごに、え、ちょっといちごに言っとこう。ただのパーカーじゃない、え、これめっちゃかわいいです。え、ちょっと本当にさ、みんなにはさ見せれるかな、ちょっと見せたい本当に。ちょっと充電器です。え、この服でしょ、え、この服うちはめっちゃ移動にめっちゃいい、うちはめっちゃいいよ本当に。しかも下がスカートなってるの、めっちゃ可愛くて、それがほら見える、ちょっと見えてほしい。あ、見えないか、無理だ。でも本当にこれめっちゃ可愛いからいいです本当に。しかもこれも、これ確かひーちゃんが買おうかな、買おう、ひーちゃんも買おうとしてたって言ってた。マジグレールみんな使ってるよね、若者さん。からしたいこさんありがとう。かな今18度だよ、エイコン。ジョーカーもらってもパスしてる。キームさんありがとう。そう、めっちゃ反則負けする。そう、あ、そうなの、半分だけ言ったらもうジョーカーない方がいいんだ、ありがとう。バカバカちゃんかな、え、そう、いつもそれでさ、ジョーカーが残るんです。ジョーカー使えるかなと思うんで一応持っとくんですけど。キームさんハートありがとう、ヤムクさんハートありがとう。ストーリーの変身とかじゃ、サヤさんより緊張して、ちょっと本当に配信終わりにします、ごめんなさい。やばこんなに喋りすぎた、すいません。顔真似が得意です、意味わからないです。一番の配信の時顔真似が得意、よくわかんない、ちょっと一回終わりにします。13位ジヒさん、12位ボンチさん、11位からし大根さん、10位キッチンさん、9位なるみさん、8位 TM さん、7位高雪さん、6位つねさん、5位ダースさん、4位トマトバさん、3位キャロット、2位カツオたたきさん、1位しーちゃん、ありがとう、しーちゃんありがとう。そしてインスタ始めたので、皆さんこのインスタをフォローしてください。たくさんメンバーの、いろんなメンバーのことをストーリー上げておこうかな。マネージャー、あ、マネージャーなのかな、うちみんなの。じゃあバイバイ。ちょっとバイバイ。